ままで子どもたちが大丈夫なのかなとずっとずっと思ってきたんですけど、やはりあの一人一人だとなかなか動きがわからない、どうしていいかわからない、本当に皆さんあの辛い毎日を送ってらっしゃるんじゃないかなと思います。子どもたちを放射能から守る、そのことで皆さんがこれから協力して少しでもそういう被害が出ないように何らかの道を探していけたらと思います。震災があった3月11日、その日の夜のうちにすでに原発の事故というのがですね、予測されるような報告がありました。案の定のことで12日からですね、皆さんも本当にショックを受けたでしょう。あの、原発の建屋から飛んだあの映像を見たときにですね、もうこれからどうなってしまうんだろうときっと皆さん思ったはずです。ただそんな中でほとんどですね、例えば郡山市、福島市、いわゆる中通りの被害の状況、汚染の状況というのはほとんど誰も口にされない。3月いっぱいはほとんどそういう実態が明らかにならない中で漠然とした不安だったと思うんですが、ようやくその県の調査の結果とかいろいろ出てきたのが4月になってからです。そして見たところちょっとお聞き苦しいことを言わせて、いうことになるかもしれませんが、私たちが住んでいるのは中通り一帯、はっきり言って安心して住める場所がどこにもないというくらいの状態だったのが分かったわけです。ただこのまま子どもたちをここに置いて被爆させているということでは済まないと、そういう実態が分かりました。長崎の大状態が続いていて、この町に亡くなってから16日だけは終了なんですけれども、何千までやるのとか、あるいは、義理の父母親が何であなたはそこまでやるのとか、保育園も幼稚園も学校もやってるんだから、国もどうか分かんないけど形の被害はなさそうなので、無理して家庭崩壊なりね、バラバラにする、あるいはお金もかかってくるとか、そういうことをやるなって言われてとてもストレス抱えてて、どうしていいかわからないみたいな言われて、受け入れるという方もたくさんいるんですね。私も各自治体に電話をかけて、どんな形で受け入れてくれるのかっていうのを30カ所くらい調べたんですね。でその中でやっぱりそこも罹災とか被災証明書のある方の受け入れと、心配で自主避難する方の受け入れがかなり温度差があって、基本的には私今回のプロジェクトに関しては保護者に経済的な負担をまずかけたくないと、そういった形で受け入れというのにやっていこうというふうに決めて、子供を連れて、子供を連れて、
でに情報があるんですよね。それを本当に上手にその情報と必要としている人と受け入れられる人をうまく結びつける、そういうものが必要だなと思います。ある程度知識がある人は足りませんけど、給食センターもそうなんですよね。福島県のもの食べてるって言ってました。大体ゲームをと明示してほしいですよね。それでいいなら買う人いるかもしれないけど、ね、でも給食センターとかも嫌もなしに子供たちは子供たちかわいそうなんです。そうなんです。校長先生には言ったんですけど、そんな一人の意見なんかもう走りにしょうがないですね。でもし教育委員会に決まってるので、で終わっちゃったので、そういうのを言うとしたらいいのかなと思ってるんですけど、ここで被爆してしまっている子たちはもうこれ以上入れてはいけない。だから暫定基準がどうこうじゃなくて、あの放射能が出てるものをとにかく入れてはいけない。そういった時にやっぱり今考えるのは地産地消じゃなくて、子どもたちだけでも守るために、あの安全なものじゃなくて安心なものをとにかく、安全というのはもう基準値でもうこの大人はそう言ってるんで、そうじゃなくてどこどこさんの、あそこはもう放射能には汚染されてないから、とりあえず今年1年の子どもたちだけに、特に福島郡山の復興にどうも被爆している子たちに安心なものを与えるっていう、そういうシステムができないのだろうか、自分今できないんですよね。どうしたらいいんだろうっていうのが本当にこう歯がゆいところなんですけど、今日あの外側カウンターで家の中を測ってもらいました。したら家の中はあの私たちその地震の次の日から避難していまして、2ヶ月以上窓も開けてない状態だったんですが、家の中で 0.4 ありました。あの庭の芝生のところは 2.7、 それから雨水が垂れているところはもうメーターが振り切れてしまいました。あの 9.99 まで測れる装置だったんですが、もうそれもマックスを超えてしまったということで、やっぱりそれを見るとあのここにはやっぱりまだ戻ってこれないなっていうのを今日思いました。今の時点は今度は内部被爆で、要素の問題はもう短すぎてですね、もう甲状腺に子どもたちはまたらず取り込んでしまって、要素その問題よりも今度はセシウムでしょ。半減期30年のセシウムを取り込むということが大きな問題だと思う。だけれどもセシウムの生物学的半減期は大人で100日、でも100日後には体から出ちゃう。で子供の場合は44日か、つまり約1ヶ月ぐらい放射性物質の危険あのないところで本当にあの生き生きと過ごすことが少なからず、その内部医学っていうものを結果的に抑えていく効果が必ずあるんで、そういう意味ではあの夏休みを使って、クラブごと部活ごとまたはクラス、それができないならば仲のいいお母さん同士、夏休み一番楽しいけども、それを出しておばあちゃんと子供でちょっとリフレッシュしてもらいたいとか、ちょっと浄化してもらいたいなっていう気持ちがあって、まあ、6月頭ぐらいにはまた予定ではいますので、まあ、それを目安に、まあ、そこまでは、まあ、いなきゃいけない状況なので、まあ、それを目安に自分の身体としては、まあ、あの社会的責任というよりは母としての決断をしたいと思って、あの子どもたちの、ね、命が最優先だよね。あの今私のやれることをね、郡山でやってきた。ちっちゃい子を最優先なのでね、どうしたらいいかと、午前中の段階からも宿舎の方々とかね、食べるの方々も作戦をまあ練ってるわけなんですけども、まあ、やっぱ一人でこう考えるよりもね、やっぱり何人か複数で、それは多いほどなんかやっぱりいい話になるのでね、それであの情報があっただけでは決してそれは語れなくて、
人と人がやっぱりこうつながっていくことでそれが動いていくんだよね。ですからそれぞれの地域の皆さんも頑張ってきてるわけで、あと会社とかね、でそういうつながりの中で情報を話してね、正しい情報を伝えてくれるのが今本当に大切なことで、疎開ね、疎開すべきなんですよね。だから行政とかパッパとやってくれればもう全然起きやすい話なんだけど、なかなかならないのでね、いつかなるかもしれないんだけども、まあ、少なくともそうなるまでにやることがいっぱいあるのでね、それこそ知恵を出し合って具体的に動いていきたいなと思ってます。やっぱそれは私は団地に住んでて、いっぱい若い人がいてね、本当にまあ、とにかくできることといえばいろいろ話し合いながら情報をちゃんと具体的に伝えていくということと、田中優さんのあれね、とてもいいので、自分でいっぱいダビングして、ちゃんとこれ見てねみたいな感じでね、ではやってるんです。やっぱり学校で始まるということで、戻ってくる歴史、すごく悩んだんですけど、やっぱり家族の中で、やっぱり温度差がもちろんあるし、で、でもそこでなんかやっぱり子供を一番に考えようと思って、今度は学校の土が除去されることが多くて、でも安心の安全もまたそれをやることによって、もう学校の活動が変わってくるじゃないですか。だからなんかそこがまた自分の中でとても心配で、でまた偶然。偶然なんか知らない人の会話を耳にしたときに、なんか外で遊んでると、なんで遊んでるのって言われて、その人たちは反対の不安なんだ、反対のストレスをかかってる人たちで、なんかやっぱり子供は外で遊ばせたいのに、これくらいいいかと思って遊ばせるけど、やっぱりなんで遊ばせんのみたいなふうに言われるのが辛いって。人の会話を知らない人なんですけど耳にして、あ、確かにそれも分かり、そうすると私が学校で遊ばせないでくれって言ったとして、そうすると反対の親はそこでストレスに、せっかく評論を削ったので、活動を再開されないのかって、そういうなんかやっぱりみんな温度差は一つじゃないで、いろんな意見があって当たり前だと思うので、そちらも分かる気がしないではないと自分の中で思うんですけど、だからそうするとやっぱり選ぶのはなんかそこの場所から離れることしか子供を守れないとかちょっと思ったりして、だけどそれが本当にいいのかなっていう、自分の中でもまだぐちゃぐちゃの状態で、北海道庁が来るんですよ。職員4人来て、あとその避難について時間がないから呼んでいただきたいんですけども、この避難もかなり実は手厚いです、はい、すごく低い状態で避難させてくれてる。私が現時点で知ってるのは一番行政ではこれが一番です。これよりももっといいところが出てくるといいねっていう話をしたんですけども、その自分たちの身を守るっていうことから言えば、実はすでに私たちは被爆の世界にいますので、現実的にはもういろんな症状が出ていると思います。私も、個人的にその仕事柄治療関係の仕事をしてますので、おいでになる方はいろいろ症状が出ています。それが被爆かどうかの原因かどうかはそれは一概には言えませんけど、例えば花粉症の症状がひどくなった、でもこれは花粉が飛んでるかどうかっていうよりも、何かやっぱりそのいろんな物質が飛んでいる可能性もなくはないし、それといろんな目がかゆかったり、そのなんかおしっこに色が混じってたり、いろんなその
わけのわからない症状が今後出る可能性もあるので、それはきちっと自分の記録として、あの健康自己カルテみたいなのをつけといて、あの記録に残しておくほうがいいでしょうという話があって、それで最後に印象的なのは、やはりあの今回その福島の現状はですね、やっぱりそのまあいろんな地域の分断とか、その家族内でのその意見の違いとか、そういうものも生まれてます。でも我々はみんな被害者であるという認識に立って、しっかりあのつながっていきましょうということで締めくくります。最近47プロジェクトっていう全国で、寄付なども集めて測定器などを、福島県の市民にこう一緒に協力して取り組もうってやってくださる方々から聞いた話、間接的に聞いた話なんですけど、もう例えば自分の庭であっても少し除染しようって表土を取ったり、そういうことをなさる場合があると思うんですけれども、その提案っていうのは、それをする前に必ず東電に電話をして、うちのそうしたいんだけれども出張してやってくれと話をする。そして多分断られるんだけども、それを記録しておく、テープでもいいし文面でもいいし何でも、そして断られたのだから私は実行したと、そういう記録を残す。そして終わった後袋にでも入れて、それを取りに来てくださいってこともまた連絡をする。そしてっていうふうにすることが、あのもし後からそうやってこう学校の土山にしたのもそうなんですけど、勝手にやったんだから関係ありませんよみたいなことを言われてしまってはとても困るので、そういうふうに東電のフリーダイヤルとかで無料でかけれますので、そういう取り組みをするのが自分を守るためにも必要なんじゃないかという提案で、この提案をいろんなところでぜひ広めたいっていうふうに言われて、私はとても共感したのでここでも言わせていただきました。先ほど来裁判の話が出てますけれども、まあ、司法による解決っていうのが今全然取り出されてないっていうのが一番あの私弁護士としてすごい歯がゆいところであります。で、あのぜひ皆さんと協力しながら仮処分というのを申し立てて、なんとか二重シーベルトの差し止めとか、そういったことをやりたいと思っています。子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク設立主意書、私たちの設立主意書、私たちの願いはただ一つです。福島の子どもたちを放射能から守りたい、この思いを絆に私たちはつながり合います。私たちは子どもを守るためのさまざまな活動を父母として、家族として、そして一人の市民として行っていきます。文部科学大臣高木さんに決断を迫りに参ります。これまで2度文部科学省とはお話し合いをしてきました。1回目はさっぱりわけのわかんない人間が出てきました。本当に我々をバカにしたようなですねことでした。まあ、当然それは許されるわけないということで、改めてお話し合いをしようというのが5月2日でした。こちらの方ではしどろもどろでした。ここにいらっしゃる方もほとんどご存知かもしれませんが、改めて言います。原子力安全委員会もの全ての委員も文部科学省のお役人さんも誰も20ミリシーベルトは認めてないんだそうです、というふうな話になりました。しかも我々の目の前でですね、内輪もめを起こすような、もう本当に混乱状態といいますか、20ミリシーベルトの4月19日の基準がどれだけその福島の地元ですね、現地でその被爆を抑えるための措置をの妨げになっているかと、先ほど言った中通りなんて全く被害がないみたいなことからだんだん実態を明らかにして、国も先ほどしどろもどろになって、先ほどの山下さんもですね、はしごを外されてうろうろするようなことまでなってきているわけです。でいよいよ国会でも追及が始まって手を打たざるを得ないというところまではほぼ来ているんです。